皆さん、おはようございます。ソフトマン株式会社 AI 戦略クエストの鈴木翔太と申します。本日もですね、鈴木翔太によるゆるい最先端テクノロジー解説を始めていきたいと思います、えー。いつもですね、私が最先端テクノロジーについてあの普段は解説をさせていただいているんですけど、今回はですね、もうその 解説をめちゃめちゃ綺麗にまとめた資料がありましたので、それをさらにかいつまんで解説していくっていうところをやっていきたいと思います。えー、先日ですね、5月22日の水曜日、内閣府の方で AI 戦略会議第9回というものが行われました。えー、そこでのですね、あの、資料が 公開されておりましたののででちょっとその中からですね、えー、私が気になるポイントとかぜひ皆さんにもこう特にもう本当はちゃんと一通り目を通していただきたいんですが特に読んでいただきたいポイントをちょっとまとめてお話したいと思います。なので 皆さんもぜひお手元でですね、内閣府 AI 戦略会議第9回で調べていただいて、その資料をですね、ちょっと見ていただければと思います。で、えっ、ー、と、資料の番号がついていて、資料の1の1から1の4と2の1、2の2、参考資料、まあ合計7個あります。特に見ていただきたいのはやっぱこの1の1ですね。 はい、あの一番上にあるのであの皆さん大体これから見ると思われますけどもうこれは本当に見てほしいで AI 戦略の課題と対応っていうところはもうあのいろんな資料の中でもうサマライズされたものになってたのでこれぜひ見ていただきたいと思いますで大体、えっと、16ページの資料になっているんですけどとても読みやすいです なんか私もあのこういう国が出されてる資料ってちょっとこうなかなか読解が難しいんじゃないかなんか難読なんじゃないかって思っていたんですけどめちゃめちゃわかりやすいですねはいびっくりしましたちょっとこれまであの食わず嫌いだった自分をあの反省するぐらい本当に読みやすかったですなんでぜひ皆さんに向いてほしくて特にですね特に4ページ、はい、4ページ何が書いてあるかというと AI のイノベーションと AI によるイノベーションが1枚にまとまってます。はい、でこれその AI そのもので今何が起きているかっていうところとじゃあこの AI のイノベーションによって引き起こされてる AI によるイノベーション。 のところですねここもですね、もう1枚にコンパクトにまとまっているので、もうここに載っているキーワードを押さえていただければ、大体この今の AI のトレンド、世の中における AI のトレンドっていうところは把握いただけるのかなと思っております。またですね、7ページ、ここもぜひ見てほしいです。はい、7ページ、これ何が書いてあるかというと、学習用言語データの整備、拡充、提供というところで、 皆さんがですねこう普段チャット GPT とかあの、A、z u ローオープン AI を使って GPT の、えー、例えば GPT4 とかモデルいろいろ使われてると思うんですけどそのデータがどうやって作られているかっていうところがこれまたとてもきれいにこう図解で 分かりやすく載っておりますなのでここもそのデータのクレンジングって言われるところがどんな風に処理されているかっていうところもわかるように一連のプロセスがわかるようになっているのでぜひ見ていただければと思っておりますまたですね個人的に一番もうこのトレンド世の中のあのトレンドを大局的に捉えるにおいてちょっと皆さんに危機感も 感じていただきたいという意味合いで。十四ページ。はい。これ何が書いてあるかというと。A. I. 利活用の。状況が。日本と。アメリカの。比較で。載ってます。はい。で代表的な。数字。を抜粋すると。アメリカの企業は。この。A. I. による。A. I. に対する投資。の効果を。大体。多くの分野で五割以上。 こう実感できてるただ日本に関しては AI 投資の効果感じている企業は3割以下ですなので残りの7割以上の日本の企業が AI 投資の効果をなかなか感じれていないっていうところが今の状況なわけですねでまたですね生成 AI の利活用のパーセンテージについてもアメリカの企業は92%が 利用中もしくは利用予定っていうふうになってるんですけど日本企業は54です、はい、この約4割弱ぐらいの差っていうところが今この生成 AI の利活用に対するもうスタンスとして表れているっていうところがこの大きなトレンドを表す数字になっておりますとここの、あのー、生成 AI の活用が なななかかか効果を実感できていないとかそもそも生成 AI を利用していないとかっていうところについてはあの私もこの生成 AI の活用を推進するメンバーの一人でもあるのでちょっとこう私自身も改めてこう気を引き締めて皆さんにこの生成 AI の利活用についてあの便利だよこんな風に使うとうまくいくよ こんなことに使うとうまく使えるよっていうところはまたきちんと情報発信をしていきたいなとなんか改めてこう気が引き締まった次第でございますが皆さんもですねあのぜひこうしたトレンドなんかこうテクノロジーって本当に移り変わりが激しくてまあどこにこう目を当ててあげればいいかこうなかなかあの玉石混同で 混合で,であの分からないっていうところもあると思うんですけどあのそんな中でこう皆さんがどこに情報を見ればいいかっていうスポットライトを当ててくれるのが、まあ、こうした資料だと思いますので今回のこの内閣府の AI 戦略会議の資料であったり、まあ、あの他のレポートであったりまたあの1個に焦点を当てたこう事例活用事例とかそうしたところにも目を向けていただきつつどれか どどれれれをを見たたたららいいか分かんない、もうどれがいいのか分かんないいいかかかかななながののっっててこの動画を引き続き見ていただけだばと思います。はいこんな感じでもう何度も言いますがこの資料は本当に是非見てくださいね特にもうあの本当に時間がないよって方は資料 1, 1の1のさっき言ったページだけでもいいので見ていただければと思いますはい、では本日もはこちらの動画を以上としたいと思います本日もご視聴いただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました